はい、先代のメルセデス・ベンツの E クラス、キャデラック CTS のガチのライバルですね。はい、こちらは2009年型、先ほど見た CTS よりも1年古いんですが、あと走行距離も64,000キロ、1年古くて走行距離が倍なだけに98万円と非常に安くなってます。さっきの CTS に比べると40万円安いですね。エンジン V6、DOHC、ま、ほとんど、CTS にと同じなんですが、パワー的には CTX の方、あ、CTS の方があるんですよね。はい、このモデルから、顔が革命に変わっています。ホイールは純正、タイヤはこちらもブリヂストンのレグノですね。サイズは 22555R16。全長、全幅、全高、ボディサイズ もう本当に CTS と同じぐらいですね。見た目、気持ち、メルセデス、この E クラスの方が CTS よりも薄い感じ、CTS の方が少し、ボリューミーな感じはありますが、まあもう本当に同じです。じゃあちょっと中を見て。全然シート痛みがないですね。座面に多少使用感がある程度、さっきの CTS と同様、こちらもリアシートあんま使ってない感じですね。フロアなんかも綺麗です。あと E クラスのいいところってやっぱり使い勝手の良さで、トランクなんかもやっぱりすごく広いんですよね。まあ、私はやりませんが、ゴルフバッグとか普通に簡単に詰めると思います。はい、こちらも綺麗ですね。でただ300のベースグレードなんで、シートはファブリック、さっきの CTS のようにレザーではないです。この世代からメルセデスはエンジンスタートはプッシュボタンになりました。ちょっとかけてみます。まあ内装の作り方とかはそれぞれの好みがあるんで何とも言えないんですが、この世代からの E クラス特徴的なのはこちらのダイヤル、これで ナビなどを操作するようになっているということですね。慣れるまではちょっと違和感あるんですけど、慣れたら多分使いやすいですね。あとまたこの世代メルセデスシフトノブがですね、オートマのシフトノブが、まあ、コラム的にここに、まあ、コラムガチャガチャじゃなくて、まあ、あくまでそのボタンみたいなものなんですが、こんな感じになってます。まあ、現代のモデル、現行モデルに通じる操作系ですね。まあ、ベンツらしい硬質な作りは
そのままに現代的になってる感じ、パワーシート、メモリは3つありますね。ウッド調なんとこのツイートがですね、今までにこちらです、はい、うん、まあ本当に CTS とライバルだなっていう感じですね。じゃちょっとエンジンを見てみます。エンジンなんですけど、ボンネット、これあの、まあ、素人は触るなっていうことなんかもしれないんですけど、ボンネットを開けるレバーがメルセデスって分かりにくいんですよ。確かこの辺あれなかったっけ、あれどこだ、うん、あったあったあった、よいしょ。非常に静か、走行距離6万キロ超えてますけど、まあオイル管理とかしっかりしてたんでしょうね、全く心配するようなことなさそうです。感じはもうさっきの CTS と本当にいい勝負なんじゃないかな。昔124ぐらいの時代のメルセデスってなんかそのアクセルが最初ちょっと重い感じだったんですけど、この辺の世代のものは操作感覚ももうあんまり国産車とか他の欧州車と変わんないですね。ステアリングもすごく握りやすいし、まあ運転は非常にしやすい。こうやって前を向いてる感じも、まあ、今自分は、クラウンを足にしてるんですけど似たような感じですね。運転席から見る、風景というか視界は、まあ CTS も近いんですけど、あちらの方が少し車を大きく感じるかもしれないですね。6万4000キロ。まあ、時計が結構大きくあったりと、まあ、この辺はちょっと特徴的かな。あとこの世代から、ミッションが確か7速になってるんですが、パドルもついてまして、1速2速3速4速5速6速、まあ CTS よりもオートマが多段化してる分こっちの方が燃費が良さそうな気はするんですが、E クラスはプレミアムガソリン配慮して CTS のエンジンはレギュラーで OK なんで、まあ燃料代、ガソリン代っていうところだとそんなに変わらない。まあレギュラーだし、気持ち CTS が勝ってるかなっていう気はしますね。まあでも、いずれにしろこの辺はもう普通の国産車とそんなに変わらないんで、燃料代そんなに気にする必要はないですね。まあ、もちろんハイブリッドカーとかそんなわけにはいかないですけど。はい、以上です。